いやこれすごい、ほらこれだもん。はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。去年、はい、メイチュンにビタ止めされたスクリュー対決だったんですけど、今回もまたちょっとメイチュンやってみようか。やりたいですね。でも前回自分結構コメント欄で後半の球は、うん、高橋さんちょっと抜いてないって言われてたんですよ。めっちゃコメント欄で言われすぎて、マジでちょっと自分ももしかして抜いてくれてるのかもしれなかったなと思って。余裕な感じしてるのも今のうちだと思うよ。今回は多分ね、かなり俺もね自信あるし、結構仕上がってると思うから。何どうなのメイチュン、いっぱい練習してきました。キャッチングのもうめちゃめちゃ練習。冗談じゃない、プロの球散々見てきましたからね。いやいやいや、俺も元プロ、元メジャーリーガーだからね。俺あそこで投げてたんだからね。俺のことバカにしてると痛み合うわマジで。ということで今回久典さんにちょっとスタッフもどうしても勝ってほしいということで、うん、本来反則であるちょっとこちらのこの松屋にもちょっと使っていただいて、反則的パワーアップを行い、久典チートスクリュー VS ビタ止め3球勝負ちょっと行っていただければと思います。いや、いいんだけど、これね、今一番やっちゃいけないやつで、ね、でも、それでも俺勝ちたい。それもスタッフもみんなそう なってるから、スピードも上がるし、抜けな球がなくなるしね、あと回転数も多分上がると思うんですよ。これも間違いなくね、今日は勝ったも当然、これ使っちゃえばね。メイさん、改めてどうですか、ビタ止めする自信は。勝ち負けよりも、まあかっこよく撮ってちょっと透かしたいなと思います。やべ、上から来てるな。全然変わりました、ね、いやこれすごい。あ、でもこれいいね。いやでもグリップ力がすごいわ。ほら、だってこれだもん。ほらもうマジックみたいな、うん、これだって1600円しかしないわけでしょ。これ多分やってバレなかったら何億稼げるかね、これで。昨日見せてあげるという意味でも松屋のスクリーンをちょっと指導いただければ。そうですね、ちょっと投げてみようかな。あー、いいね。回転やばいね、これで、これあと山本正式でもいくから。これよ、いいよ、これよ、これよ。お手本みたいなスクリーンの回転してる、うん、いや、本当にメジャーでやったらこれ一発で退場で試合も何試合か投げれなくなっちゃうからね。お許しいただいてですね、スーパーチートモード久典でぜひやりたいと思います。前回、まあ、撮ってるんで今回もいけそうな気もしますけど、すごいノリノリなのがちょっとムカつきますね。ああ絶対撮ります。メイチュン、いい？はい、いくよ。今のはダメでしょ。あ、ね、うん、いやでも今ストライクじゃないですかね。ストライクじゃないですよ。そうか、ストライクね。ストライクじゃないですよ。いやいやいや、今のはストライクからボールになる球だから、ちゃんとあそこピュッとストライクになるように見ないとダメよ。オッケー、つけた、つけた。だんだん弱くなってきて、グリップ力が。でもじゃんけん出したら、もうじゃんけん出したらもう靴じゃがグーしか出せないもん。いや、はい、すいません。あちあちあー、やばい、ダメダメだ今の。中で遊んでた、中で遊んでた。押されたちょっとダメですね、今。よいしょ、あ、やばい、そう、くっついたわ。オッケー、続きました。軌道、軌道とかなんかスクックってくる感じはなくなっちゃったかもしれない。うん、そう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 、マサさん式で投げてるから、うん、今本気モードじゃないやつ。ついこの前覚えたやつだから。次久典式行くからね。でそれが取 取れる自信がない。ラストマジで行くから。うん、よし、あー、やったー、おっしゃー、おっしゃー、はい、はい、
はい、やっちまったちょっと本気出せばこれよ俺ちょっと本気出せばいや、ね、でもちょっと待ってください。いいですか、すいません。あれ全部玉違いますよ。違う、だって山本さんの玉が2球じゃないですか最初の、うん、最後高橋さんじゃないですか。 YouTube 変化球全部違うじゃないですかそれ。いや一緒一緒一緒、チェンジスクリューは変わらないからね。ズルのズルじゃないですか。うん、全部下乗りボールで来てください。オッケーオッケーオッケー。じゃあでもなんかやっぱ高橋さんの球の方がやっぱスクリューはすごいスクックってきますね。いい、そりゃそうだよね。だってこれで一応何十年投げてきたわけで、うん、ついこの前教えてもらったやつ投げてるからOK いくぜめいちゃん。はい、おいおい、音がなんかシャパスって言ってた。パスでしたね今、うん、あーちょっとダメだ、あかん。思ってるより落ちましたね。そうでしょ、もうちょっとこう行きたいな。自分が思ってるよりキュッと曲がってるから。落ちます落ちます。まあこれのおかげだけどねいやもうマジでメイジュ最後1球だからね、はい、覚悟してよ。もう多分 今のやつよりもっとキュッと曲がるかもしれないから、もしかしたら逆に曲がる可能性もあるから気をつけて。いや高橋さん低め低めで来ると取るときやっぱこううまく上げれないじゃないですか。これができればいいとこ見せれると思うんで頑張ります。よっしゃ、やべえ今のはやられたね。今打たれましたよ甘いっすよ。やばいね今のはやられた。はん、ペイチューさんもギターのでできたというところで、これまたやらせてやりますよ自分。いやまたやられたよ高橋さんの自体がやばいですね余計。そうアウトコースの時の球がちゃんと食ってくる。でしかも落ちてくるんですよ下にこうキュッと。あれはもう無理ですね。メイジさんちょっとやっぱりやばかった。去年よりね一段階上になってるねキャッチングが去年多分軟式用だったんですよ。今年公式用 あのキャッチャーミット使ってるから結構いい音鳴るんですよ。だからやっぱね上手くなってるね。やっぱプロの何キャッチャーのことをいろいろ研究してるなって改めて思いますね。うん、ありがとうございます。ということはこれ来年も続くやつですね。そうだね来年3回目もあるかもしれないからその時にはまた復帰戦ということで高橋さんが、うん、あのメジャー挑戦ですか。いや挑戦するわ本当に挑戦状叩きつけるわまた。3回目はどうします球種変えますか。変えよメイチの苦手なスライダーあたりにしようか。あーそれ厳しいかもしれない、うん、ぜひ今度撮ってもらいたいなと思う。やりたいですね、うん、私のチャンネルの方でも高橋さんとのコラボ動画が上がっておりますのでぜひそちらの方もご覧ください。動画良かったと思ったらですねぜひチャンネル登録お願いします。メイチ数字持ってるからもう数字上ですからいやいやとんでもない。本日もこれまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。